寝る前にぜひね聞いていってください。昨日は早くは寝てないかも。一昨日は早く 寝たかな。でも今日は早起きしました。だから今日はショールーム終わったらすぐお風呂入って寝ます。可愛いなった。ほんまですか、ありがとうございます。嬉しい。いやもう秋なのか、秋なのだ。やいな、やっほー、初見さん嬉しい。そう今日は自然を見に行きました。あーパルちょっと待ってね、パルダメだよ書いたら。そっちからパルが来ます。来るか、こっちだよ、こっちこっち。新しい机とかにビビって入ってきませんあ、いた、あれさっきまでひっついてきてくれてたのに。はるちゃんね、いらっしゃいってしたかったところなんですけど、廊下をのこのこと歩いて帰ってます今パルは本当に入ったことないところには入らないんですよ。なんかキッチンとかも仕切りがあるんですけど、その仕切りを外して掃除してる時とか、なんか入ろうとはすんねんけど入らへんっていうね。入ろうかな、いやでも入ったらあかんよなみたいな葛藤しながらいつもキッチンの前で待ってる。玄関も自分では出れないです。嬉しい、ほんまにいい人やね。いやいやいや、周りがいい人なんですそう慣れるまでな。まあでもそうやって教えてるからキッチンには入らんといてほしいし、玄関も勝手にな出ていったらちょっと悲しいからそうなんです。うん、パル泣いたあかんで。お、200回目ありがとうございます。パル泣いたダメよ。ん？お城？わ、峠さんありがとうございます。嬉しい、お城だー、イエイありがとうございます。公演もっと頑張ります。もう今日もマネージャーさんと喋ってて、よいしょ、もっとね頑張っていかなきゃなっていう話をしてたので、より一層気合を入れて頑張ります。昨日も練習した。ちょっとウィンクがなさすぎてウィンクの声なさすぎて体なまるなと思って。パルも泣きたお年頃なのよ。ワン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 、一気にウィンクの声増えたんですけど、来週全然ないのでびっくり仰天そうなんです。皆さんぜひ最後のウィンクの8人の姿を見ていただけたらなと。パルちゃん叫んだダメだよ。
やいや、やりたいね、フルメンで。ちょっとわかる。フルメンでやりたいな。パール、こっちおいで。パールちゃん、泣いちゃダメだよ、もう夜だよ。うーじゃない、どうしたん、信号開けてあげて。泣いてます。もう、うーって言ってる。うー、弟が開けてくれないんです、扉を。シンシンです、弟は。言っちゃうわ、癖で言っちゃうわ。ダメだね、みんなここだけの秘密ね。チラチラチラ。みんな書いてあかんで。書いてあかんで。前は確かニックネームで呼んでたか、うち。まあ確かによくショールームで言っちゃうよね、私。無理、ニックネームで呼ばれへん。芸名にしとく。シンシン、ほんまや、シンシン。すごい、なんか出口優衣奈のなんか浮世のアバターが増えてて、なんか嬉しい。嬉しい。そうそう、似てんねんな。に、みゆさんの卒業公演行きました、ありがとうございます。出れてよかった、本当に。壇上じゃないけど、本当に嬉しい。ちょっとなんか今日ちょっと寒くなってきましたよね。私明日タンクトップなんだけど。どうしようか、なんかインナー違うの今日かな。かわいい、ありがとう。お、うちわは気づきます。着替えてみました、ありがとう。本当だ、確かに名前バレるね。そうだから、カーディガン持っていこうかな。カーディガンは持っていくわ。じゃあ朝晩涼しくなったよな、ほんまに。なんか日暮れるのも早くなりましたよね。なんか秋を感じる。私まだ夏っぽいこと何もしてない、ね、あし何もし、ま、ライブとフェスやったけど、海も今年見てないし。あ、浴衣は来たか。公園と学校かぶるのないね、それは辛いよね。学校終わりで部活とかやってたら行かれへんもんな。あと意外と長いか、学校って。お祭りも行ってないな。あ、でも ライブ中の初夏の中のお祭りは行ったんで、実質お祭り今年行ったことになる。かき氷食べたし、実質になるんじゃない。アットジャムで見て気になってきました。めちゃめちゃ嬉しい、ありがとう。めちゃめちゃ嬉しい。花火はやってないの、今年やってないです、今年花火。うん、やってないわ。花火いいですよね。花火見てもない。いや、上がってたのかな今年って。見てないな。初お話し会で何話したらいいか迷います。自己紹介、初めてだったら教えてほしいかも。生、なんか何歳とか、なんで好きになってくれたのかとか、めちゃめちゃ聞いちゃう、知りたいなってまず思っちゃう。
話し会でグマッチョリクエストした。え、全然してください、やりますよ。ラビカツね、またね、落ち着いたらできる範囲でしてください。サイカソニックできる、嬉しい。サイカソニックって私もデビューして一番最初のライブ、あ、それはあれか、あ、今日であれなんですよね、お披露目から3年が経ったって、はるかのツイッターで見て知ったんやけど。あ、グループお話し会楽しみに待ってる。グループお話し会っていろんなファンの皆さんと会えるから、なんか新鮮なんですよね、お話しできるの楽しみ。ラビの投稿だいたい夜流れてくるけどお腹すきます、それを狙ってるんです。ウィンコの声ってウィンの好きなの嬉しい、ありがとう、超嬉しい。明日よろしくね、よろしく。何話そうか、サイン何書いてほしいか。そうよな、早いよな、バータリ号踊ってから3年が経ちました。お話し会で初めましてできる、お楽しみ。何か困ったら最近のおすすめのコンビニのスイーツを教えてください、食べるんで。キュンのゆなちゃんも可愛い、ありがとう。グループ話し会始めましてします、わー待ってます、イエーイ。明日こんにちはします、お、こんにちはしてください、待ってるな。サインな、ほんまは書いたらダメって言われててんけど、こそこそと書きますね。いや私全然お話し会自分から喋りかけるので安心してください。最近マロッシュレモン食べてる。なんかさ、マロッシュさ、リンゴ味が出るって聞いたんですけど、めっちゃ楽しみ。そう、お芋スイーツの時期ですよね。てか月見の時期にもなってくるから楽しみ。月見パイもあるし、フルーリーもあるから久しぶりに食べ。お前登録してほっこりの幸せな時間だと、いやーこちらこそです。サインはがいくよ、はじめましてしましょう、待ってます。月見、いや紅芋、ああ美味しいよな、芋、栗も美味しい、わー、だってさ、あれよ、若餅じゃなくてアイスあるじゃないですか、あれも芋、大学芋とか出てたから、コンビニのスイーツも何買うか迷っちゃう。オムレット食べたことありますよ、劇場近くのマネージャーさんが、ミルさんの最初の曲、あ、欲望物の時のバックダンサーする時に銃の演出があったんですけど、その時にみんなもう何時間も練習してたんですよ、あれ集中力切れて発狂した時にマネージャーさんがオムレット買ってきてくれた。私たちにとって懐かしのオムレットです。月見バーガーはでも、もう今週、来週とかじゃないですか。そう、商店街で売ってるんですよ、スタバ近くかな。コンビニのスイーツのレベル高いよな、わかる。劇場で会いたいな、こんばんは、やばい、いつ流れる。10のメンバーは誰がいましたか。私、ミオンさん、シオンさん、アーノンタン、マリン、レイちゃん、ナホタン、7人、
8人だっけで、アンジュとマイティか。え、9人、9人だったのかかな。さつまいもとは今年はねちょっと我慢しようと思って、なんか毎年食べてるんです私、だから違うの出るまで待とうと思って違うやつ食べたい。その胃袋はね限られてるのでね。オムレット何がおすすめ、え、でも黒ごまみたいなのもあってそれ美味しかったイメージ。なんかカスタードは無難やったかな、なんかもう安定の美味しさって感じだった気がする。ちょっともうちょっとその時10の記憶がちょっと強すぎてちょっと覚えてないんですけど、いっぱい3つぐらい食べたのは覚えてる。そうやね、そうですよね、私さ前田玲子ちゃんのことをレイちゃんって言っちゃうんですよ。なんかいつもレイさんがさ反応しちゃってさごめんなさいってなんねんな。でもレイコちゃんとも言われへんしさ、レイコさん、レイコさん、レイちゃんになっちゃうねんな。美味しい食べ物だったらどこまで行く、どこまでも行く。今は行かれへんかもやけど全然。だからヨーロッパ行きたい、スイーツの国だからヨーロッパに行きたいです私は。ティラミスとかチョコとか食べたいそれ思ってたってよな広島も行きたい。五平餅食べたい、美味しいよな、屋台とかで売ってるイメージ、京都とかのいや太りますよ、めちゃめちゃ太る。だから最近はなるべく時間があったら動くようにしてます。こんばんは、出遅れた、全然だよ、明日仕事なの、頑張ってね。もみじまんじゅう、生もみじ食べたいな。生もみじ食べ、なんか紅芋タルトもさ沖縄に行かないと食べれない紅芋タルトみたいになりません？なんか冷凍してある、ちょっと冷えてる、あれいうのが好き。トラさんで敬語で話すメンバーなんやかんや、もうほとんどおらんくなっちゃったかもしれんほとんどどころか敬語で、たまにちょっと敬語になっちゃうけど、うん、話さないかももう結構みんなとは仲良く喋ってます。倒れるぐらい嬉しい、嬉しい、それって言ってくれるのまた返すね。お、沖縄行った時あるよな、ああいうのってさ持って帰られへんからさ、なんか現地でしか食べれないからめちゃめちゃいいよね。最近ピオラビな、ピオと合わへんねんな言うのな、何してんの最近、最近ツイッターでしか言うのを見ない、寂しい。ブルーシール行きたいな、アビシのことなんて呼んでる、ポンさん、ポンさんって呼んでます。ドラさんは全員ニックネームかも、ポンさん、コト様、ノンタン、ケイティ、ミラコ、ハーサッチ、たまにハーサって言っちゃうけどハーサッチ、ナーホタン、ルンルン、ん、あと誰や、え、絶対こんだけじゃない、え、あと誰や、あ、顔面国宝ミカニャン、でもまあ基本ミカニャンって呼ぶかな、でもまあちょっとノリは顔面国宝って呼ぶ顔面国宝、え、お、絶対もうちょっといるよな、あれ、のんたん、れいちゃん、ケイティはケイティ、ケイトさんはケイティ、
ココナッチはおココミラコに嫉妬されてもおココそれかにゃんからイグジットって呼ばれるかな。うん、なんかマネージャーさんの名前は普通にマネージャーさんの名前で呼んでるかな。でも結構ニックネームで呼ぶことが多いかな。そう、アンノンタンのことはアンノンタンって呼ぶかノンタンって呼ぶかな。結構ニックネームで呼ぶことが多いかな。私はね、チカポヨとは呼ばないかな、うん、逆になんて呼ばれることが多い。ユイナか。でもね、言うてね、ドラさんはステージ上では出口って呼ぶこと多いかもしれへんけど、裏ではユイナって呼ばれること多いかも。ノンタンとかアノンタンとかユイナって呼ぶし、ケイティはラビちゃんって呼ぶかな。ルンルンもユイナって呼ぶし、ハサッチもユイナって呼ぶし、ミラコもユイナって呼ぶし、コト様もラビちゃんって呼ぶかな。うん、イメージはかな。ゆ、うん、結構最近ユイナって呼ぶ人増えた気がする。でもミルさんとかウカさんはデグちゃんって呼ぶ。でもラビちゃんは呼ぶかな。マリンもラビちゃんって呼ぶ。ラビちゃんかラビリンスか。チヒさんもユイナかな。そう、呼ばれる。意外と昔はめちゃめちゃデグチちゃんとか、デグちゃん、デグチちゃん、デグチちゃんが多かったかな。でもなんか最近はユイナになったな。レナもユイナちゃんって呼ぶかな。チュチュさんも普通に喋ってる時はユイナかデグチかな。あ、そろそろもう時間じゃん。寂しい。勝利さんは出口。うん、出口よし、じゃあちょっとランキング読ませていただきたいと思います。13位、シロ。お、ありがとうシロまた待ってます。12位、ジョー。お、ジョー久しぶりじゃない、ショールーム、ありがとう。11位、スギアン。 12.5 ってなんや久しぶり、ありがとう。久しぶりのランキング。10位、ブルーセブン。ブルーセブンありがとう、コメントもありがとう。9位、ガンズ。ガンズナビカツありがとう8位、コテツ。コテツもありがとう、コメントもありがとう。いっぱい。7位、ココナッツ。ココナッツ、私ミックスジュースの担当、ココナッツ6位、ボスさん。ボスさんまた会いにお話会来てください5位、ショウくん。ショウくんありがとう、明日待ってます。4位、ディクタスさん。ディクタスさんありがとう、今日もたくさんありがとうございます。3位、マグマグ。マグマグありがとう、イエイイエイ、いつも見てくれて。2位、ユーニー。ユーニーもありがとう、明日待ってます1位、トーゲさん。200回出演おめです、ありがとうございます。嬉しい。1位、トーゲさんありがとうございます。体調大丈夫でしょうかまたこれからもよろしくお願いします。ということで、明日はツーショットさせた、オンラインツーショット撮影会、皆さんめちゃめちゃ笑えますね、こうやってよしいやー、よかった、今日一日いっぱいね、自然に触れて、ちょっとショールームもできて、私は今日は幸せですまた配信できるときに配信します。それでは明日楽しみたいと思います、オンライン特典会。いやー、ありがとう、公演200回ありがとうね。それでは
また会いましょう。またねー。